さんこんにちは、モンハン部マネージャールルこと吉村遥です。皆さんこんにちは、モンハン部新人マネージャーのオカピーこと唐沙耶香です。はい、始まりましたモンハン部マネージャープレイ動画企画、イエーイ、緊急反対の道、イエーイ、始まりましたね。始まりました。はい、この企画ではモンハン部女子マネージャーである私たちが今実際にプレイしているモンスターハンター 4G のさまざまなクエストに挑戦しているところを自らの実況付きプレイ動画として皆さんにお届けする企画です。はい、では早速私たちが挑戦するクエストをご紹介させてください。はい、今回から G 級クエストへの挑戦ということで、第1回目は鉄かぶら亜種を討伐したいと思います。やったことあります？まあ、まあね、まあね、ちょっと昔にやりましたね。ちょっと昔に、まあ確かに一番だから、うん、そう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 、最初の方にやった記憶、でも 4G 始めたばっかだったから割と手こずった記憶はある。なんか鉄かぶらだから、うん、どうせ大丈夫だろうみたいな気持ちで行ったら攻撃力がすごく多いから、うん、ちょっと一発でも食らうと結構体力が減るイメージ。舐めちゃいかんやつですね。そう、気がついたら落ちてるかもしれない。そう、じゃああんまりね、舐めずに舐めずにとか。まあでも攻撃は鉄かぶらとそんなにパターンは変わらない亜種だと、うん、そんなに早くもないし、モーションはちゃんと避ければ平気、ちゃんと避けることさえすれば大丈夫だよね。そう、うんうん、鉄かぶらの弱点は尻尾だっていうことを聞いて、尻尾、しかも白い時が、白い時、あの、ほうほう、通常のなんか赤と青の状態のと、ほうほう、白い状態の時が鉄かぶらあって、ほう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 、白い時の方が肉質が柔らかいって。おー、白ってやっ、あのプレイしてる最中分かるのかな、白くなってるって。うん、分かる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 。へー、全体が白くないの、それとも尻尾だけが、尻尾だけ、尻尾だけが白くない、こうなってる、うん、こうなってるところ、うん、ここだけ白くなる。あー、先っぽ、先っぽだけ。ほう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 。じゃあその時にガンガン撃てばいい、尻尾を、ね、狙ったらいいかもしれない。じゃあ作戦はそんな感じの、尻尾を狙う、あとは、あとは太い牙をね、太い、あ、牙ね、両方破壊して、あ、オカピー先生と一緒だからね、私は安心だけど、そこをね狙っていきたいと思いますよ。ぜひぜひ頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう、うん、はい、じゃあいいですか。 OK、 弱点は氷、氷と雷、第20問。じゃあ氷でいきます。じゃあいつものあれでいきましょう。はい、 G 級ワンタンへの道目指して一狩り行こうぜ。忘れてたね。お、珍しい、地図一応取っとこう珍しい、二人とも勉強。地にいる。お、わかるね。そう、権利感が働いている。じゃあ方針としては、うん、私が気絶もさせたいから、そうそう、頭に当て、うん、尻尾狙う。わかった、尻尾感じにしようか。白が来たら充電できる、見つけてみる、掛け声してみる。でも多分すぐ分かると思う。すぐ分かる、うん、真っ白、割と真っ白。うわ、だからでもやっぱ注目しないと分かんないもんだね、こうなってる。うん、確かにいた。あれ、オカピはドンちゃんじゃない、これ。これはドンちゃんじゃない。お、いたいた。あー、モーションに気をつけて。あ、ほら今白い。あ、やばい、あ、結構でも持ってかれる、相手持ってかれる。そうなんだ、あ、しろいしろい。こんな派手でした。わー、鉄かぶら舐めてました。結構強いです、速い動きがやっぱり。よし、あ、ごめん、全然大丈夫。ありがとう。わー、白い、でも尻尾が白くなるっていう感じ。ちょっと今ちょっと見たいな。
そんなに白くなってるのに岩を投げてくるから。はい、乗りました。おー、センキューです。じゃあ乗ってる間はね、砥石とか、はい、もうすぐ行きます。やばいやばいやばい私しかもちょっとスルレギウスで砥石が遅くなってる。でも今白い。わあ、気をつけて。足の横とかが一番いい狙い場所かもしれない。ここ、ラジャーです。ここ目の前にいると結構暗いし、これだけちょっと、あの八景みたいなやつだけ気をつけて。八景、さっきから草食竜に何かやられるたまにある、モンハンある。よいしょ。2かな。あ、ペイントボール忘れちゃった。ペイントボール投げるのすごい苦手。私も。おお、もうちょっとで乗りそうな感じ。なんか氷の動きだからね、なんかすると破壊したのかなと思っちゃう。あっ、パラって出てくるから。あ、乗れた。あ、ナイスです。こう乗ってる時、最近知ったんだけど、うんうん、R ボタンは、うんうん、こう切ってる時も全然使ってもいいっていう。押しっぱなしで、ほう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 、しがみついたまま A ボタンを連打しても OK。あ、気絶しました。おー、ナイスナイス。連打しててもいいんだ。あ、そうなんだ。そう。だから、体力減っちゃわない、スタミナとか。あ、減らないんだ。減らないの？へぇ、知らなかった。あ、やった、サブターゲット。あれ、牙が折れました。牙が私ない。尻尾は切れないよ。あ、尻尾切れないの。尻尾は切れない、弱点でだけ。弱点のだけだ。あ、うわぁ、でも引きずってる。嘘、引きずってないこれ。引きずってる？さっき一瞬引きずるような動作が。ほんと？違うかな。引きずってないのかも。ふんちが静かに落ちてる。引きずってないか。あ、引きずってるかも。ねえ。わあ、ジャンプ。エリア移動ですね。お、エリア移動。引きずってんのか引きずってないのか微妙だね。引きずってない。ないか。おお、目の前にいるよ。おお、ちょっと気をつけた方がいいかも。あ、今こっち見た。そうだけど、おお、本当だ。怒ってる。あ、今ちょっと治ってチャンス。疲れてますね。疲れてますな。これはだいぶよだれも出てる。アイルはルーなの？アイルーのルー。あー、結構単純な結構
と昔から猫を飼ったらルーっていう名前にしようと思う。あ、そんな、そんな思いが。猫を飼ったことはない。猫を飼ったこと、あ、猫アレルギーなの。じゃあいいね、もう。そう、結構でもね、飼ってる猫の名前つける人が多いから。もう私もそうだし、あゆちゃんも。あ、そうなんだ。みんな割と飼ってる猫。知らなかった。待って待って、どうしてんの今。いいよ、一人で戦うよ、私は。ちょっと待って、ちょっと待って、これね、落ちちゃったら意味がないからね。最初、初期の頃に、うん、あの鉄カブラの装備作りたいって言って、うんうんうん、すごいね、三田寺ちゃんと一緒に飼ってた気がする、鉄カブラ。あ、そうだったね、うん、え、アシュロ？アシュじゃなくて、普通の最初の、うん、本当に最初のやつだった。あ、確かに、三田寺ちゃんがなんかひたすらやってるのを見てた。見てた。そうそう、うーって顎が出るって言って。あ、終わった。お、ちょっと全然予想できない終わり方。ほんとだね、なんか引きずいつ引きずったのか分かんなかったね。10分切れたかな。あ、これね、多分切れてると思う。切れてる。はい、ということで、はい、鉄カブラアッシュ無事討伐できました。イエーイ。どうでしたか先生。結構すんなり、すんなりいけたね。でも、うんうん、すっ と、うん、あのちゃんと大きいモーションに気をつけながらやっていたら、うんうんうん、大丈夫なんじゃないかでした。でもなんかやっぱ白いとか、あの尻尾が白くなってるのを狙ったら、前に4人でやった時よりも早く飛ばすできた気がする。本当、うん、その時は まだあの G1 の成り立てでほやほやだったっていうのもあるけど、割とね、しだ尻尾に注意していけばいいんじゃないかと思いました。頭とね、尻尾を狙って、うん、分担が大切ですね。分担大変ですね。はい、はい、次回はあゆちゃんとりさちゃんコンビがケチャワチャアシュに挑戦します。不安だ。うわ。でもあの二人やったことあるのかな。まああると思う。私個人的に、うん、多分三田寺ちゃんは、うん、あのケチャワチャって意外とちょっとちゃんと乗らないと、うんうんうん、あのやりにくいモンスターだと思うから、三田寺ちゃん活躍する気がする。確かに、なんかもうライダーのイメージがある私の中では。うん、乗り鉄、乗り鉄っておかしいか、乗りの乗り鉄じゃない、乗り鉄は乗りイメージ、乗りイメージ、乗りイメージ。はい、では次回のモンハン部マネージャープレイ動画企画 G 級反対の道をお楽しみに。はい、それでは皆様、バイバーイ。